田中信次は、日本の政治家。自由民主党所属の神奈川県議会議員神奈川県横浜市泉区選挙区。横浜市泉区出身。神奈川県立光寮高校を経て、法政大学文学部地理学科を卒業。TBS にて、バラエティ番組の AD を経て、2006年、衆議院議員、菅義偉の秘書となる。2013年、 参議院議員島村大公設第一秘書となる。2014年、横浜市泉区より、神奈川県議会議員選挙に立候補し当選する。25,763票で、トップ当選。2019年、2期目当選。23,490票で、トップ当選。2015年9月17日の、神奈川県議会一般質問で、 ふるさと納税の活用を求めたのに対して、知事の黒岩雄二は、ふるさと納税の収支の推計を、寄付額と控除額の差し引きの、あくまで推計で、約5億円と答弁した。2019年2月25日の、神奈川県議会一般質問に対し、県企業庁は、太陽光発電所の電力で、水素エネルギーを製造、供給する設備を新たに設置し、水素の利用、 活用へ向けた研究に乗り出す方針を表明した。2020年2月26日の神奈川県議会一般質問において県職員の専門性の向上について尋ね、県は人事ローテーションを原則3年から変更し4年とすると答弁した。2017年6月29日号週刊新潮の結婚にて自身の結婚が掲載される。二千二十年九月三日、 神奈川新聞にて、菅義偉が総裁選に名乗り出たことに対して、安倍政権が残した宿題をやりきらなければ、ならないという責任感ではないか、とコメントした。神奈川県議会議員、田中真次。神奈川県議会議員、田中真次。2020年9月12日閲覧。開票結果引く、道府県議選、神奈川県、統一地方選2015、読売新聞。 読売オンライン2020年9月11日閲覧日本放送協会神奈川県議選横浜市泉区統一地方選挙 2019NHK 選挙 web www.nhk.or.jp2020 年9月11日閲覧神奈川から5億円流出ふるさと納税終始発推計神奈川新聞 h t t p s w w w k a n a l o c o j p n e w s g ン v ス m e n t e n t r y 6 5 3 3 5 h t m l 2 0 2 0年9月12日閲覧。神奈川県平成27年第3回定例会9月17日から06、5神奈川県議会会議録検索システム、活用へ。 県企業庁、研究着手を表明、神奈川。毎日新聞。https コロン、スラッシュスラッシュ mainichi.jp スラッシュアーティクルズスラッシュ20190226スラッシュ ddl スラッシュ k14 スラッシュ010スラッシュ 037000c20 年9月12日閲覧。県職員の専門性向上人事、ローテ原則4年に、 神奈川新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.kanaloco.jp スラッシュニューススラッシュガバメントスラッシュ entr.y-282297 など html2020 年9月12日閲覧。見ている人は見ている。監視元秘書議員ら考え人しよ神奈川新聞。 h t t p s w w w k a n a l o c o j p n e w s g a v a m e n t a r t i c l e 2 2 1 0 6 1と html2020 年9月12日閲覧。ありがとうございます。